あ、どうもお世話になってます。アルブルーの辻です。はい、いつもお世話になってます。僕らが今、教室で使っているのって、ハーフェレ、あとランプ、はい、主にその2種類なんですけど、いつもその三光さんってあのハーフェレを勧めてくれるじゃないですか。はい、はい、でその理由っていうのはハーフェレが丈夫だからということですか。え、そうじゃなくて、はい、宇宙大抵なんですよ。あ、そういうことか。ちなみにそのハーフェレって、はい、三光さんにお願いしたら一般の人でも全国の人であの発送してもらったりってできますか。はい、送料さえいただければ何でも出しますよ。 あ、なるほどです、わかりました、はい。まあ、僕らもハーフェレ使わせてもらっててすごい丈夫であの長持ちするんでありがたいなと思っていて、なんかトラブルがあった時にはメーカーの、その営業の人間すぐ行かせることができますので、アフターフォローもあの完璧になってます。それって全国でも対応してくれるんですか。その全国の代理店かどこかが行ってくれるってことなんですか。ですから大阪は大阪支社ありますし、はい、各県に一つずつ置いてると思います。あ、そうなんですね。へえ、なるほどです、わかりました。で、あとじゃあランプに関してちょっとお伺いしたいんですけれども、その前、はい、あの購入させてもらった、ソフトクロージングの、ものですね。あれってハーフェレではソフトクロージングは今現状ってないような形ですか。いえ、ハーフェレもソフトクロージングやってます。あ、やってるんですね。やってます。なるほど、なるほど。やってますけども、あの形状が違います。ランプのソフトクロージングって普通のスライドレールに、はいはい、ソフトクロージングが付いてない形になってるじゃないですか。そうですね、はい。あ、じゃあ結構すっぽり隠れるような感じ。だからあの引き出しは、ワイドはもうほとんどだからワイドそのものを活かせるっていう、ワイドが広がるんですね。なるほど。引き出しはもう奥だけ、ここにポンと入れて、で手前はあのキャッチで止めますので、キャッチで止める。だからなんかこうしたとか、氷を取りたいとかいった場合はハフェの場合は反対側にポンポンと叩いたらまたすぐ元に戻せるみたいな。へー、なるほど。そういう仕組みになる。今注文お願いしてもいいですか。奥行き400で一つ欲しいです。よくわかりました、はい、すいません、はい、今のこのコメントをちょっとあの YouTube でもちょっと参考までに使わせてもらってもいいですか。構わないですよ。ありがとうございます。すいません。すいません、はい、お願いします。ありがとうございました。失礼します。実際ハーフェレ結構安く購入させてもらって丈夫に使えてるなということで、すごい取り付けやすいですし扱いやすいですし長持ちするということで、まあ、おすすめです。もちろんランプももちろんそうなんですけれども、でソフトクロージングの機能もあるということで、今度またそれの、取り付け方というのを、まあ、後日取らせてもらおうと思います。はい、ですね、この間生徒さんでスライドレールの重量取り寄せになるので、なるほどなるほど、外国からの取り寄せで送料がすごくかかると、はいはい、なるほど、だからすごく高くなりますよ。はい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 、はい、ただランプの方は、はいはい、在庫があるので値段が安くします。で、まあ、ランプって、まあ、スガツネ工業といって、まあ、日本の、ブランドなんですけど、ハーフェレはドイツかな。でドイツってすごい、まあ、その、家具金物がこう進化グワンとしてて、もう本当いろんな金物もしくはその電動工具とかですねも発達しているというような状態です。だけど、やっぱりそこの取り寄せとかになってくるとどうしても送料がかかってくるということで、まあ、もしそれで、ちょっと検討しているものがあって、ハーフェレだとちょっと高いなということになれば、まあ、そういうところはランプで代用するとかそういう形にもありだと思います。で、あとまあもう一つこちらも告知してくださいということで、メーカーさんからお預かりしたバダニアですかね。これも最近あのアマゾンでよく見かけるようになりました。これもちょっと使ってみての感想っていうのをお届けしようと思います。まあ、今ちょっと見たけど特徴が書いてます。押して開く、まあ、プッシュオープンのことですね。3段引き、完全な拡張と強いの耐荷重、ただすごいまあ安いかなとは思うので、ちょっと取り付けてみて、その取り付けの難しさとかを調べて、でかつ何回か使ってみて耐久性みたいなものを、まあ、ちょっと検証してみようかなというふうに考えてます。はい、へえ、あ、ブルームでもいいです。はい、あ、ブルームって久しぶりに使うな。すいません、はい、ありがとうございます。はい、ハーフェレの底付けのソフトクロージングっていうのが今欠品してるらしいですね。なんでかっていう と、今海外でそのコロナの影響ですごいその自宅でスライドレールをこうなんかいろいろつけて棚とかを作る一般の人が多いんですって。日本って結構そういうのって工務店さん家具屋さんが主にそういうスライドレールっていうのを扱いますけど、向こうはもう一般の人が自分らで、そういうふうに棚とか作ったりするのに、底付けのソフトクロージングがもうすごい今人気で欠品してるらしいです。すごいですねコロナでだって日本で金物が欠品とかってないもん。ないですね。
っていうのを見てもやっぱり海外ってその DIY の文化が進んでるんだなっていうのを改めて感じました。ということで、ハーフェルの底付けのタイプはちょっとお見せできないんですけれども、ブルームというちょっとあれかな、高級なのかな、すごいそのハーフェルと、まあ、肩を並べるぐらいいいスライドレールで、代用しませんかということで改めて電話がありました。ということでまたそのブルームのじゃあどう違うかっていうのもじゃあちょっとせっかくなんで動画に残そうかなと思います。